おい、こんなところにいたのか。明日は朝が早い。早朝から隣国に出向く予定だ。貴様も同行させると伝えただろう。さっさと部屋に戻れ。いつまで外を見てる。貴様、高いところが苦手なんじゃなかったのか。いつまでもそこにいるつもりなら、改めて命令するぞ。部屋に戻れ。それとも主人の命令が聞けないのか。いいか。貴様の替えのメイドなんて、いくらでもいるんだ。俺のそばに仕えられていることを、心から感謝。あ？貴様。なぜ泣いている？は？さようなら。おい！何してるんだ貴様！今、飛び降りようとしたのか？こいつ、力、いい加減にしろ！自ら命を絶とうだと？いつからそんな生意気なことができるようになった？身分をわきまえろ。言ってもわからんなら、しばらくは地下室にいてもらおう。手足を縛ってくくりつけておいてやる。くそ、いい加減泣くのをやめろ。その涙の理由が、俺にはわからない。そんなに俺のそばにいることが苦痛だったか。ならば自死など選ばずに、直接俺に伝えてみろ。もとより、奉仕の心がない人間をそばに置いておきたいとは思わない。城を出て、元いた村にでも帰ったらいいさ。確か貴様には、年老いた両親がいたはずだ。親を残して自ら命を絶つなど、人間の風上にも置けん。両親が、死んだ？メイドはどうしてる？部屋で寝ているか。ま、あれだけ泣いていたらな。二度と変な真似ができないように見張っておけ。あいつをこんなところで失うわけにはいかないんだ。目を覚ましたら部屋に来るように伝えろ。あ、俺は寝ない。明日の予定はキャンセルだ。そんなことはどうでもいい。とにかく資料はこれで全てか？詳しく知りたいんだ。あいつの村のこと。あのバカメイドが、一人で抱え込みやがって。よう。
目が腫れているの。こっちへ来い。いいから。使え。夜のうちに冷やしておかないと、明日ひどい顔になるぞ。座れ。貴様の村のこと、詳しく調べさせてもらった。疫病だそうだな。ここからは遠く離れた村だ。山に囲まれて孤立するあの村で、そんなことが起きたら、村全体に被害は広がって当然だろうな。特に老人は、まず、助からないだろう。泣くな。死に目に合わせてやれなかったの、悪かった。病気自体は治療が難しいものではない。すでに近くの診療所の協力もあり、被害は抑えられているそうだ。貴様が死のうとしたのは、両親が亡くなったと知らせを受けたからか。この未熟者が。貴様が死んで、両親が喜ぶと思ったか。貴様は俺に仕える際に誓ったはずだぞ。その命は俺に捧げると。俺以外のために、ましてや自死だと。無駄死ににも程がある。今は気分が落ち着いたんだな。では部屋に戻れ。しばらく給仕の必要はない。実質にて反省しろ。あ、待て。振り返るなよ。今から一瞬でも、俺の顔を見ようとしたら、貴様はクビだ。いいな。顔の見えない王子などいるものか。ここからの言葉は、貴様の主人ではなく、貴様を愛する、一人の男性だと思い聞け。貴様は価値のある人間だ。これまでの何年間も、よく主人のことを支えてくれた。王子は、貴様のことを心から愛し、尊敬しているぞ。両親のことは残念だったな。顔を拝むことすらできなかった貴様は、さぞかし後悔していることだろう。だがそれは、メイドが死ぬ理由にはならないよ。貴様には王子がいる。貴様の心に開いた穴なんて、一瞬で支配で埋め切ってやる。辛い時は俺だけを見ていろ。いいな。貴様は一生俺に仕えるんだ。よし。では振り返らずに、そのまま黙、あ、
なぜこちらを向いている？首だと言ったはずだが。そうかそうか。よかろう。正面からの愛が欲しいと申すか。生意気なメイドじゃないか。仕方がない。今晩だけ。今晩だけは、ありったけの愛をくれてやる。